べたいと思います。私の大好きな大好きなスコ、めっちゃめっちゃご飯見てる。いただきます。うんうん、うんうん、めっちゃ美味しい。早く始めました。やば、めちゃくちゃ美味しいです。そして私の音も、今日は、うん、お昼頃からラジオの収録をしてきました。してきました、ジャングルレディオの収録してきました。めっちゃ手に燃やしついた。今日は大好きなものがいっぱい揃ってます。このスープに、この何？炭酸水に、あかんって。おいしい。もやし、いつもたまに夜ご飯自分で作るのに、もやしとごま油と卵と黒胡椒を炒めたものを作るんですよ、いつも。でもなんかすいずっと食べてたら飽きてくるから、もやしをいっぱい買ってもね、そう結局使うの忘れてたりするんですよね。スコ、ただ私がご飯食べてる配信です。え、そう、もやしほんまに意外と日持ちせんくてびっくりした。ごま油さえあれば何でも美味しくなるから。スコ、猫ちゃんがいます。あなたの猫の名前は何ですか？スコとイノスケです。うん、うん、豆もやしは持つんや。こんばんは。スコちゃん今ご飯食べてます。イノスケは分からへん。いつもどこかしらの隅にいるんです、イノスケ。もやしは火が通る前に火を消すとシャキシャキする。水なぁ、シャキシャキよりふにゃふにゃの方が好きなんです、野菜全部。
か。めちゃくちゃスルーされた。こんばんは。こんばんは。お腹いっぱいになってきた。うん。もやしは塩コショウと醤油で炒めるだけで、え、そうなん、いけんの、そうなんで、美味しい。なんかいっぱい。パパは、うま。夏にうまい。こだわり酒場って書いてある。レモンサワー飲んでます目の前で。サントリーの。7度って書いてある。誰も興味ない。こんばんは。うん、もういっぱい。な、声出したらあかんねんって。ああ。相変わらず怒ります。初見です。こんばんは。またパパに甘えてる。スコちゃん、重っ。この間お風呂入れました、スコちゃん。ん、汚い。やめて。スコ。ほら。スコちゃんお風呂に入れたから、お風呂に入れたから、こんなふわふわになりました。音聞こえてる。見てほら、何これ、何の手それは。何の手ね。んー、かわいい。あ、みんなに見せてあげて、肉球。こんな肉球してます。見えん。あ、ごめんごめん、嫌やな、すいません。可愛いんです、スコちゃん。うん、いい匂い。ちょ、尻尾をね、めっちゃ振ってますね。だいぶ嫌がってます。でも、お構いなしです。見て。ねえ、嫌がらんといて。かわいい。どんな香り、なんかいい匂いします。痛っ痛っ痛っ、噛まれた、痛い。まあ、甘がみなんで。うん、来い。怖い、噛まれそう。
バイバイ。実はね、今日仕事が終わってからパッドン・キホーテに寄って消臭源を買いました。消臭源とアメちゃん、これです。ピーチの匂いがするんです。これはもうリビングに置くやつで、これもリビングに置くやつ、これあいかリビングじゃなくてまた違う部屋に置くやつで、これがお手洗いに置くやつです。1階と2階のお手洗い、皆さんもぜひお揃いにしてみてください。で、皆さんこれがあれですよ、キンマートのメンバーみんながいつもゆずがおすすめっていうか、なんか無理やり食べさせようとしてくる飴って言ってたやつです。これ梅の飴、あの初日公演で言ってたこれ飴です。生梅飴。このね、飴の中にあの梅が入ってるんです。なんか、まあ、なんて言ったら本物の梅みたいなのが入ってて、それが美味しいんです。で、これがパパの飴、間違えた。パパのおやつ。からなんか目の前で食べられてるから。潰しました。これも食べてます今。生梅です。生梅です。うん、潰しました。あともう2つ落ちか、私の愛用してるやつです。で、もう一個が私の愛用してるやつです。これはもう毎日使ってます。やっぱさ、毎日使ってたらやっぱ当たり前からなくなってくるような、めちゃくちゃ当たり前のこと言うけど、服着てます。これ L サイズやから L なんかな。ドンキのコスメはめちゃくちゃいいです。なんか2000円ぐらいのがたまに500円で売ってたりとかするから、私大好きなんです。グレープフルーツ食べたくなってきた。な、声出したらあかんって言ったよ。笑ってんの。なあ。バンされるんだ。あ、15日連続やって、すご。もうそんなに？本当だったら今の時間から始めてるんですけど、スコアカリさんのリップ、ビーアイドル、ビルキンソンにレモン味ありませんでしたか？多分あったと思います。もうなんかドンキホーテに行くとすごい、あの、なんていうの、いっぱい化粧品もあるし、それ以外もいっぱい売ってるから、あのね、一生入れるんですよドン・キホーテ。自分で買いましたこれ全部。
嘘です、パパが全部買ってくれました。スコ、これは私が買ったおもちゃです。猫ちゃんたちにネズミのおもちゃ、これね、なんか知らんけどイノスケが珍しくめちゃくちゃ食いつきよくて、食いつきっていうのかしら、めちゃくちゃなんか食いつくんですよこのおもちゃに。意外とすごいいますよ、めっちゃ狙ってます今おもちゃ、低姿勢で。あ、くるくるくる。めっちゃ狙ってます、こうやってこういうネズミがついてて、これ多分イノスキ一番気に入ってるおもちゃやと思う。こういう猫ちゃんと遊ぶ時間がとても楽しいです。全然取ってくれ。うちカメやでそれ。すごい。はい。あ、逃げた。もう映ってない。もう誰も映ってない。すごい、ここおいで、ここ。はい。あ、イノスケ出てきた。後ろめっちゃ見てる。はい、オッケー。って感じです。ユスが遊ばれてんの違うよ。遊んであげてんの。ボス、ボス来た、ボス来た、後ろからボスが迫ってきました。音でか、早すぎて取られへん。チューチュー、チューチュー、かわいいの好き、すごい、いいの、こっちおいで、ここ、ここ、すごい違うです。2匹います。くる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 、こら、はい、邪魔された。音消して、恥ずかしいから。なあ、音消して恥ずかしいから、そんな声が遅れて聞こえてくるよみたいな。かわいい。なあ、もうすこじゃない、イノスケ控えめに遊んでますね。あれ、イノスケちょっと細くなってない？なった？あんまなってないです。ニーキともチュールめっちゃ食べますよ。この間チュールをあげました。おいだ、遊んでるのか遊ばれてるのか、私が遊んであげてます。お風呂、え、イノスキまだお風呂入ってない？どれぐらい入れてない？今年入れた？入れてる、4ヶ月ぐらい、4ヶ月ぐらいお風呂入れてないです。スコも約4ヶ月ぶりにお風呂入れました。イノスキは噛んでくる、じゃあ引っかいてくるか嫌なんです、お風呂に入れるの怖い、力の加減を知らないんです。今ちゃん抱っこしたいな。
ひのちゃん抱っこしたんだ。はい、ボス来たじゃあね、その袋の音が怖いね。もうしがみついてもここ、これです、伊之助。可愛いな、今日もめっちゃ可愛いできてる、ほら。可愛い。そう、靴下履いてるんですこの子は。ほら前向いて、親バカ感すごい。だいぶ大きくなりましたね。引っかいてたね。尻尾巻きついてる。あ、耳めっちゃ倒れてる。嫌なんですこういうの。みのちゃんも多分。靴下とかあるん、あのね、毛が靴下履いてるみたいなんです、ほら。ちょっとだけよ。胸の色が綺麗なんです。なんで伊之助とスコなの？スコはスコティッシュフォールドっていう種類だからスコにして、伊之助はあの鬼滅の刃の伊之助から取りました。お姉ちゃんが教えてくれたんです。で、あのスコは今もう誰も遊んでくれなくなったので一人でおもちゃで遊んでます。ますます、そう、でかくなりましたよ、ほら。うわっ、嫌やな、もう頑張らない警部。振られたらもう一匹がいるんで、可愛いんです、ほら。めめて、そう、あんなね、あの病弱やった伊之助もここまで大きくなりました。毛めっちゃ待ってる。ねえ、スコちゃん綺麗でしょ、色。スコは今 3.8 キロですけど、だいぶもうめっちゃ今食べてるから4点何キロとかいってると思う。嫌な、かわいい。ご近所のアメショーにもっと好かれたい、どうしたいですか？ああ、アメリカンショートヘア、あのグレーみたいなやつやな、グレーと黒とか混ざってるやつ。ええー、分からへん。なんかチュールあげたら。餌付け。ああ、かわいい。飛んでった。あれあれ、どこ行ったスコ。飛んでった。もうね。スコちゃんもイノスキも爪まだちゃんと切ってないから、最近爪がエグいんです。ここも前スコに噛まれました。噛まれたと引っかかれました。チュール嫌いな猫ゼロ引き説、間違いない。チュールあげたら大体なんとかなるんです、猫って。でスコもご飯がある場所やったりおやつがある場所を全部分かってるので、何、その入れてある場所にこうやって開けたら寄ってきます。なんかくれると思って、そう、ものすごい勢いで逃げていったら間違いない。
ね、なんか最近 TikTok でさ、なんかもう夏やからっていうのでチュールで、何チュールとお水を混ぜて氷作ってる人がいました。そう、チュールと水でなんかその氷の型みたいなあれに、してくださいみたいなもんやん、すごちゃん話すあり方して。その動画を見てやりたいなって思った。猫のチュール凍らしてめっちゃ舐めるんです。それをなんかめっちゃ痛い、足引っかかれた。皆さんこれ絶対食べてくださいね。ドンキホーテに売ってるんで109円とかで売ってます。めちゃくちゃ美味しい。なんか今の季節にちょうどいいらしい、チュールのやつ。猫ちゃんのご飯があります。銀のスプーンいいでしょ。これマグロ、カツオ、煮干し、白身魚、シラス入りって書いてある。あ、これ、この猫かわいいな。あ、この猫なんかかわいいな。いや、でもやっぱうちの猫が一番かわいい。なあ、スコちゃん。なあ、スコちゃん。何回登場させられんねんってな。何これ、スコちゃん痛い。まあ何回登場させられんねんってな、すこちゃん。すこちゃんは踊るのが好きなんです。でもごめん、すこちゃんは踊るのが大好きなんです。イエーイ。めっちゃ耳垂れてる。あ、まだ飛んでる。ボスどこ行ったん？ああ、めっちゃこっち見てる。めっちゃこっち見てる。こんな顔でこっち見てる。ずっと目を細めてる。かわいいスコちゃんもいいの好きな。なんか猫が逃げてこうやって、ほんでどっかに座ってたらすぐ抱っこしたくなるんです。こんばんは、こんばんは。今日の9時はあれですね、金曜ロードショー、何やったっけ、ラビット、ラビットみたいなやつ。今日の9時はそれを見ようと思ってます。もう伊之助とスコは喧嘩しなくなっ、どうやろ、なったんかな。え、でもスコが一方的に追いかけてるって感じです。伊之助も自分から近づきに行くけど、なんか鼻クンクンって匂って終わり。なんか挨拶みたいなあるじゃないですか、猫のピーターラビットか。それを見ようって思ってます。猫開けていい？匂い皆さんに紹介します。どうやってやるの、
すごっ。こう蓋取ったらあかんの？したらあかんか。めっちゃいい匂い。これこぼれてくるんじゃん中身。それはないか。めっちゃいい匂い。初めてやったこれ。人生初。すごい。めっちゃいい匂い。ちょっと他のも開けよう。じゃあもう一個。シチリアレモンやって。そんな匂い匂ったことあります？シチリアレモンとか。人生で初めて匂う。倒すと溢れんの？危ね。これはどうやってやるの？まあ違うの。カバーを外す。ではあ、いい匂い。ちょっと聞こえますか？これ匂いいけてる？今染み込ませてます。あなんか漏れてきた。やってもた。めっちゃ漏れた。めっちゃいい匂い。なんだこれ。押したらあかんの？なんか押してくださいみたいな書いてた気がするんだけど、あ、何も書いてなかった。押してくださいとか最悪。めっちゃいい匂いやけど、もうこれ食べたか。最悪。ショックやねんけど。ちょっとまあプラスに考えたら、まあ、またちょっと部屋がいい匂いになったって感じ。いや違います、これは違う部屋に置くんで。そしてこれもう一個お手洗いに置くものです。これ全部違うねんの。あ、これ一緒。すごい。あ、すごい匂いする。カチってならへんよな。外側のシールを剥がして、これどうやってカチってなんの。なんか出てる。あ、でも匂いはする。多分これでいいと思う。来たな。そういうことか。さっきここから漏れたんかな。ちゃうわ。合ってますこれ。合ってます？こう芳香剤詳しい方いません？あれ匂いついてるから合ってると思うけど。あれも合ってるわ。これであれ匂いしてる。これで完成らしい。これ同じシチリアレモンです。あか、頭痛くなってきた匂いで。よく合うじゃないですか、百貨店とかさ、香水とかなんかいろんな匂いして頭痛くなるとか、そんな感じ。めっちゃ頭痛くなってきた、匂いがすごすぎて。
何個あんねん。4つです。トイレ2つ1個1個なと、リビング1階の部屋です。オッケー、完成。オッケーです。あと10分で終わっちゃう。このシールも剥がしてなんか。でもすごいなんかいい匂いする。いっぱい飲まないですよさすがに。セッティングできるとか偉すぎ。めちゃくちゃしょうもないことで褒めてくれるやん。めっちゃ見てる。どう匂いが好き？ピーチ。ピーチが一番好きです。匂いやったら。見てください、私のまつげの調子。めちゃくちゃいいから。ほら。こっちだけいいんです。いつもこっちだけいいんです。まつげの調子っていうのを言いたかったです。うん、まつっぱしてないです。まつっぱなんかしたけど、めっちゃ前になんかね、おかしくなっちゃったんです。まつげがなんかチリチリになって、こう普通こうやってセパレートになるんですけど、まつげ全部こうなってなんか絡まっちゃってチリチリになって、そっからもうまつげが上がんなくなって、でビューラーしたら次二重幅に食い込むんですよ。でビューラーしやんかったらなんか目ちっちゃく見えるしって感じで、ちょっとほんと1ヶ月ぐらいコンディション悪い時期続いてたんですけど、あのチムさんに、皆さん知ってる通り チムさんにそう直してもらったら、次の日めっちゃ上がるようになってました。そう、まつげね、あの二重幅に刺さってたんです。一生なんか水に濡らしたらちょっとカールが落ちていい感じになるんです。やのに無理でしたね。まつげチリチリ嫌すぎる。間違いない、ほんまに嫌やった。まつげチリチリ、まつげゆずみたいになりたい。マジ、あエマーキット使ってください。それやったらめちゃくちゃ伸びる。めちゃくちゃ伸びるんで。うるさい、汚い、いら。イノスキうるさいって言われてんで。お父さんです。あかん、また飲みます。こだわり酒場レモンサワーサントリー、店の味、果実丸ごと仕込み、7度って知らない、興味ない。花火でまつげ燃えたことあるやって、どういうこと、どうなったんそれ、気になる。その後の展開教えて。それ燃えてどうなるの？てか待って、花火したくなってきた。うるさ。あ、汚い、深い、な汚い、やめて。汚い、誰も喜ばへんから。もう汚いってほんまに。あかん、臭い、頭痛い。ちょっとこれは
リビングに飾ります。こういうとこなんかここでいいやろ。あ、じゃあいつもの確認忘れてた。皆さんは今日何してましたか？恒例の確認。おいで。おいで。仕事、仕事。お疲れ様です。お仕事。長い。お疲れ様です。皆さんお仕事、仕事終わりで今汗だく。お風呂に入って、お風呂に湯船に浸かって、あの一日の疲れを取ってください。あ、ごめんごめん。あのヒゲ食べたら怒られた。私はラジオの、何これなんかついてる、猫の毛や。ラジオの収録に行ってました。なんかめっちゃ毛ついてる猫の。ほらほらした、ありがとうございます。抱っこできていいなって書いたら逃げたね。お話し会とかで見せてくれますよね、いつも。めっちゃゲップ出そうなの。配信中に炭酸水ってあんま飲んだらダメなんですよね。ペ、あの公演中もそう。ねえねえねえ、猫の毛いつも猫ちゃんに逃げられてるイメージある。イノスケのこと考えながら仕事してました。なんでイノスケ、そこ珍しいな。猫はもうチュールあげればなんとかなるから、チュールを使っておびきをしますとかね。なんかスコちゃん私の気持ちを分かるみたいで、あのパパと喧嘩してめっちゃ泣いた時、なんかあの近くに来てずっとなんかこうやって混乱してました。私に珍しく。なぜか伊豆のお話し会買い増しし、買い増しって書いてる、これ買い増しした、買いました、ありがとうございます。皆さん買ってくれましたか？今日までだったんです。今日のお昼12時までだったんです。私朝にツイートしたんですけど、昨日のお昼12時から今日のお昼12時までだったんですけど、皆さん買ってくれましたか？お話し会ちゃんと買ってくれましたか？じゃあ買ってくれた人はーいって言ってください。これ絶対買ってない人もはーいって言えるもんな絶対言えるもんな、買ってない人も。8月8の5分外れたから完売したのかな、よう分かるな。もし完売してたらいいけど。はいはいはい、は、入ってきてる。本当ですか？ありがとうございます皆さんありがとうございます、信じてますよ。ありがとうございます、嬉しいです。もうとっくに買ってるから十分です、ありがとう。ずっと言ってくれてもんな、お話し会買ったよって、ありがとうございますな。前言ったもんな、コスメの話しようって支払いも完了。そう、皆さん支払いまでがあのお申し込みですから、そあのおも何申し込んで、あ当たったでホッとするんじゃなくて、お支払いをしてあのちゃんと何どこで支払うか、まあカードだったりあると思うんですけど、支払いの仕方はいろいろ、そこでちゃんとお支払いをしてがあのお話し会なんで、そう皆さん忘れずにあのお申し込みしてください。ちょっとすごいね、すごい話になっちゃうんですけど、ちょっとね
こっち系の話になっちゃうんですけど、皆さん忘れずにお願いします。そうそう、家に帰るまでが遠足的な感じです。間違いない、そういう感じなんです。前忘れてて失敗した、でほら失敗が成功のもとみたいな言うじゃないですか。プラスに考えていきましょう。言った覚えてくれて嬉しい、ありがとう。いや覚えてますよちゃんと。おほら書いてくれてますよ、支払い方法はの決定は明日まで、支払いはその2日後まで。皆さん2日後ですって、 あと支払いどうしますか。ちゃんとお支払いしてくださいね。たまにあのツイッターの何名前っていうのに何か支払い忘れないみたいに書いてる人もいる。かゆ、もう終わるの。それで、あ、もう9時やん、やばい、ピーターラビット始まる。9時やということで、皆さんありがとうございました。今日もさあ、のこの配信終わったらすぐに皆さん忘れずにお願いしますね。じゃあランキング発表していきます。13位リバルさん、ありがとうございます。12位ミキちゃん、ありがとうございます。11位ナイルさん、ありがとうございます。10位ジュンさん、ジュンさんありがとうございます。9位コーンさん、ありがとうございます。8位なっちゃん、ありがとうございます。7位トラッキーさん、ありがとうございます。6位トモタンさん、ありがとうございます。5位トマト大好きユーザーさん、ありがとうございます。4位ガルゾーさん、ありがとうございます。3位さくらさん、ありがとうございます。2位ケンさん、ありがとうございます。そして1位はいちけんさん、ありがとうございます。皆さんありがとうございました。今日ピーターラビットはこの後やるやつです。9時からやる金曜ロードショーっていうのがピーターラビットらしいです。なので皆さん一緒に見ましょうね。ということで今日もありがとうございました。みのすけとすこちゃんもありがとう、来てくれた。1個だけでいい。ということでありがとうございました。皆さん見てくださって、あさってはあのサイン会もあるので皆さん忘れずにお願いします。ということでありがとうございました。始まった？じゃあね、バイバイ。